篠田敦史です。今日ご紹介する CD は、リッチー・バイラークの、ヒューブレスというアルバムです。ソロピアノのアルバムですね。僕が初めてちゃんとこう認識したのはニューヨークに行ってからで、まあ、そういう人がいるっていうのも知ってたし、まあ、CD もなんなら一応チェックして聞いたことがあったんだけど、まあ、ピンときてなかった人だったんですけど、まあ、バードランドっていうね、ジャズクラブでの演奏だったんですけど、その僕が見に行った時初めてね、まあ強烈で感動もしたし、こうなんていうんですかね、頭をこうガツンってやられたようなすごい衝撃だったのを覚えてるんですけど、ものすごいピアニストだなと思って、まあそれがあってからやっぱりこの CD でね聴いてピンとこなくても見に行くと違うなっていうのがもうその経験からもう強烈にあって、なのでね、その知らない人ってのはやっぱなるべく聞きに行かないとダメだなっていう風にその時に思いましたね。その CD 聞いただけじゃ分かんない、その経験があった後にそのリッチーのね CD 聞いた時に、あ、なんかこうその時の経験っていうか、その結びつくというか、あ、なるほど、こんな感じで確かにこういうことやってたなというか、こういう雰囲気あったなとか、その場で経験したからこそその伝わるエネルギー量だったりとか、あ、なるほどなるほど、あの感じねっていうのがこうちゃんと自分の経験とリンクしてこう読み起こされて、呼び起こされて、あ、なんかこうなるほどねっていう、この CD 聞いた時もね、そんなリッチーね結構強烈っていう、パワフル強烈っていう印象が最初すごく強かったんですけど、まあ、ヒューブリスっていうのは、ECM から出てるソロピアノのレコーディングで、非常にこうなんですかね、まあ言葉にすると非常にチャチですが、繊細な、なんですか、美しい系の、まあ、全体を通してそういうアルバムで、まあ、彼が若い頃、録音で、でなんかこのヒューブリスについて語ってるインタビュー動画もね、確か YouTube で前見たんですけど、その ECM でその、まあ、最初のね ECM といえばキース・ジャレット、まあ、キース・ジャレットがフェイシング・ユーっていうソロピアノのアルバムを出して、でその後はチック・コリアが、ソロインプロビゼーションだったかな、なんかボリューム1、2って確か ECM からチックもソロピアノの CD 出してるんですけど、まあリッチーはそれに対して、まあその後にリッチーのこのヒューブリスがあって、まあいわゆるそういうクラスのピアニストがそこからそんなにソロピアノの CD ってジャズの中で多くないから、でそう続いて自分がそう来るっていうのが非常に光栄だったみたいなことをインタビューで語ってて、2日間レコーディングがあって、でそのとにかくその場にあったピアノが素晴らしかったらしくて、もうとにかくたくさん弾いたんだそうです、そのね初日のレコーディングは。まあとにかく何弾いてもよく聞こえるから、まあ楽しかったし弾いてたんだけど、そのプロデューサーですね、マンフレッド・アイヒルかなに、そのデコレーションを寄せって言われたそうで、でそのデコレーションというのはその、まあ、飾り、まあ単純に飾りっていう意味の言葉ですけど、要は装飾ですね、演奏のをやめろって言われて、でまあその日は一旦おしまいになって、翌日、まあ翌日ってその日にホテルに帰って考えながらデコレーションを寄せっていうことに対して考えて、で翌日臨んで可能な限りシンプルに弾いたそうです。そしたら、まあ、彼が言ってたのは、その時自分が弾けたよりも数段いい演奏がその時できたっていう、そのデコレーションをやめたことでっていう、まあその後結局そのプロデューサーとは折りが合わなくて、まあその ECM を離れたっていういきさつもまあ話してましたけど、このチャンスがあったことはすごくその感謝してるみたいなことはね、ちゃんと聞いてました。で今回弾いてるのはそんな彼のオリジナルの曲から「リーディング」っていうね、曲弾いてました。非常に美しいバラードで。ということで、リッチー・バイラーク、ヒューブリス、好き嫌いはもしかしたら分かれる系かなとは思うんですけど、よかったら聞いてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。